手の会、せーの、にーがなにせーのされてんだ今って思った、ね、せーの、日本酒の会、にーがたへごめん、空気読み0点なんだっけ、なんだっけってなった今まず最初は、螺鈿一押しの日本酒を紹介したいと思います、うん、ありがとうございます。麒麟山伝統辛口でございます。へー、かっこよ。もしかしてこれが名前が好きなやつ？あ、これはね、一押しのやつ。あ、これが一押しのやつ。これ一押しのやつ。麒麟山、え、じゃあよく飲むってこと？一押しってこと？よく飲む。へー、大丈夫？おー、すごい力が強い。どうぞどうぞ。それではいきますよ。せーの、してる。そうなの。これいいね。美味しい。キリンザヒレがあってね、最高にうまいの。うまい。美味しい。マジキリンザ最初に飲んだ時感動したもん。うん、あれこのキレの良さと思って、うん、なんかその時はあんまめちゃめちゃ日本酒飲む感じじゃなかったんだけど、うん、なんかね、やっぱ最初甘めのものばっかり飲んでたからあれだったんだけど、キリンさんのキレの良さ知ってからもずっと辛口飲むような。あ、そうなんだ。そのきっかけになったやつなんだ。そう、本当に美味しくて、なんかね、うん、あのこれ ラベルも好きな。いや、ラベルもおしゃだね。いいね、なんかね、キュンキュンキュンって感じ。おお、なんかこのラベルのさ、おうおうおう、スマートさ、かっこよさがさ、味にも出てると思わない？これマジでね、ラベルと味が合ってるでしょ、ナンバーワンなんだけど。いや、ナンバーワン。え、しかもキリキザってなんかちょっとさ、強そう。キリキザはポケモン。いや、酔ってる酔ってる酔ってる。あのリサのキリキザはポケモンですね。ポケモンになっちゃった。こっちキリンザですね。大丈夫かな。大丈夫。ドドゲザーになるわ。ドドゲザーになって、すいませんでした。すいませんでした。つって、ドドゲザーになっとくわ。もうずっとね、キリンザンのこと考えるたびに、キリキザン、キリキザンって頭の中にキリキザンが浮かんでたせいで。ポケモン出てきちゃったのか。ポケモン出てきちゃった。では、はい。二つ目はですね、やっぱり、このお酒は外せないかなっていうのと、うん、あとはそのお酒で初めて飲むタイプのやつに興味があったので、はい、買ってきました。2つ目は発泡濁り酒八海山スパークリングです。やったー、早く早く乾杯しましょう。乾杯。今私30階のビルの上でもうレストランだわ。ごめん、何言ってるか分かんない。どうしよう。でも分かる。30階のレストランにいるってことね。そうそう、まあ、いわゆるちょっと高級なというかちょっとね、単価高めのね。そう、もうもう窓の外から眺めてるレストランレストランから見るそうビル群みたいな感じね。そう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 、うん、おしゃれな味する。美味しいな。さっきのキリンさんが本当にキレが良くてスパスパって、うん、キリキさんだったからあれなんだけど、不意打ち昼まないで。あのね、うん、いやそれで気づいたんだけど、多分胡椒がめちゃくちゃこのお酒に合う。深見山だっけ、違う、ごめんごめん、勝手に勝手に味に深みがあるから深見山になっちゃった。八海山でした、すいません。八海山疲れてる、もしかして疲れてる。お酒飲む、お酒飲んで楽しくなる。すいません、ドドゲザーになるんで、螺鈿がラテンがドドゲザーになるんで、すいません。パララ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 ラ、だからそうそうだ、そうそうだよね。もうダメだ。すいません皆さん、リリーが。例のごとくベロベロに酔ってしまいました。すいません、チェイサーを進めるタイミングが遅かったです。あ、ドドゲザン、ドドゲザン、マジドドゲザン。ドドゲザン知らない方の面接を説明しておきますと、ドドゲザンのポケモンですね。ポケ
ケモンで最近新作だよね、はいね、スカーレットバイオレット SV、うん、で出てきた新しいポケモンですね、うん、結構強いです、うんうん、いや全然使われてますよ、あの全国大会とか、ね、ランクまでなんかいるよね、サーフ号張りに難易度のいいねいいねサーフ号え、すごい知ってんの、うん、今度対戦しようポケモンの、あ、いいよやったエリリカマスター級まで行ったよ、マジ、うん、え、すげー甘さレベルで言ったら甘い方から順に八海山スパークリング、うん、寒中梅、うん、キリン山、こんな感じですね、うん、甘さ度合いで言うと、え、もうずっと今私の頭の中でキリキザンがずっとキリキザンしてるんだけどねえキリキザン一旦ボールに直してちょ戻してキリキザンボールに戻れキリキザンボールに戻ってちょっと、うん、戻ってきたみたい、大丈夫みたい、あ、よかったよかったキリンザンだからね、キリキザンじゃないからね、うん、うん、その後ちょっとコラボしてたらおもろいな、キリンザンキリキザンコラボっつって限定ラベル公開ってみたいな、キリン力とかともコラボしてほしい、ポケモンネタええねんって感じで、すいません本当に大丈夫だよラベン、ポケモンね配信ではやってないけど、うん、あれよく知ってるから、ええー、嬉しい、好きなポケモンはね、うん、ドータくん、ドータくんなんでだよいや違う、ドータくんの、うん、あのギュッてしたら冷たそうなとこが、うん、分かる、それ別になんかハガネポケモン全員そうだ別にいいでしょハガネとか、でもドータくんがいいの、この子の何、あの包容力、そうなんだ、こういう包容力、別に包容はしてくれないじゃん、何言うの、でかいじゃんドータくんドータくんってなる、ドータくんなるほどね、何言ってるか分かんないわ、ラデンコはやばそんなことある、今までリリーが何言ってた、リリーって言ったこと全部受け止めてきたのにそんな仕打ちある嘘やろ、大丈夫だよ。